この方、狼積みの神として書き知らすぞ。やめあるかなきかは、手回してみればわかるぞ。自分の身体中どこにも手届くのさぞ。手届かぬところ、ありてる病のところ、すぐわかるであろうが、臣民の肉体の病ばかりでないぞ。心の病も同様ぞ。心と身体と一つであるから、よく心得ておけよ。国の病も同様ぞ。頭は届いても手届かぬと病になるのぞ。手はどこへでも届くようになりていると申してあろうが、今の国々のご姿見よ。お手届いている前がな、手なしやしなしぞ。手は手の思うように足は足ぞ。これでは病散らんぞ。臣民と病は足。地についておらぬからぞ。足。地につけよ。草木はもとより、犬猫も皆を土につけておろうがな。三尺上は神界ぞ。お土に足入れよ。青人草と申してあろうがな。草の心で生きねばならぬのさぞ。尻にほかけて飛ぶようでは、神の御用つとまらんぞ。お土踏ましていただけよ。足をきれいにしておけよ。足を漏れていると病になるぞ。足からお土の息が入るのさぞ。細の糸口尾のようなシャザぞよ。一人前になりたら、細の糸口切りで、車に座りておりて、三尺上で、神に仕えてよいのさぞ。細の糸口切れぬうちはいつもお土の上を踏ましていただけよ。それほど大切なお土の上を固めているが、今に皆のぞきてしまうぞ。一度は嫌でも答えでも裸足でお土踏まなならんことになるのぞ。神の深い仕組みさから、ありがたい仕組みさから、喜んでお土をがめよ。土にまつろえと申してあろうがな。何事も一時に出てくるぞ。お土ほど結構なものないぞ。足の裏、ことにきれいにせなならんぞ。神の申すように素直にいたされよ。この方、病治してやるぞ。この神事読めば、やめ治るようになっているのさ。そう読んで、神の申す通りにいたしてくだされよ。
人民も動物も草木もやめなくなれば、世界一度に光のぞ岩と開けるのぞ、戦も病の一つであるぞ。国の足の裏掃除すれば国病治るのぞ。国逆立ちしてると申してあること忘れずに掃除してくれよ。上の守護神殿の下の守護神殿の皆の守護神殿の改心してくれよ。いよいよとなりては苦しくて間に合わんことになるから、くどうきつけておくのさぞ。病ほど苦しいものはないであろうがな。それぞれの御役忘れるでないぞ。天地うなるぞ。でんぐり返るのさぞ。世界一度にゆするのさぞ。神は脅すのではないぞ。迫りておるぞ。9月13日一に神。